こんばんは。10月1日水曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの葛野がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイム、主要通貨ペアはまちまちな値動きでした。ただし円は対ユーロをはじめとする一部のクロスでやや売られる展開をたどっています。早朝に発表された日銀短観が予想を下回る内容となったほか、中値不足観測など需給要因が円売りの材料となっていたようです。その後は日経平均株価や時間外で取引されているニューヨークダウの動きに一喜一憂、薄商いの中上下に触れる若干荒い値動きをたどる局面も観測されていました。続きまして欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円は103円50銭から107円ちょうど程度のボックスを形成しており、明確な方向性が乏しくなってきました。今日は105円90銭台に位置する移動平均の200日線を挟むレベルは予想以上に居心地が良さそうです。今しばらくは105円から106円台を中心に次の方向性を探るような値動きが続く可能性を否定できないのかもしれません。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。9月の ISM 製造業景況指数や、今週末に発表される雇用統計と相関性が高いといわれる同じく9月の ADP 全米雇用報告など、アメリカの経済指標で注目されるものは少なくありません。ここ最近発表されるアメリカの経済指標は総じて悪い内容を示すものが多いですが、昨日発表された9月のシカゴ購買部協会景気指数や消費者信頼感指数は逆に高数字でポジティブサプライズとなり、ドル買いに寄与していました。ともかく今日も発表されるアメリカの経済指標がどの程度の数字になるのか、ぜひ注意をしていただきたいと思います。ただし基本的にはこれまで同様に、経済指標よりもアメリカの金融安定化法案をめぐる動きが最大の注目ポイントになるでしょう。ちなみに今日はアメリカの上院で預金保険の上限引き上げを盛り込んだ金融安定化法案が採決される見通しと一部通信社などで報じられています。昨日のようなこともあっただけに、上院で本当に採決されるのかどうか、最後の最後まで予断は許さないところです。ぜひ注目してください。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。この後午後11時からはニューヨークトゥデイ、現地キャスターのレミさんがお送りします。